トンボンチャンネル。あ、ゆる。何ですか今日は。今日はですね、うん、前回の動画でもやったと思うんですけれども、はい、あの10秒以内に今着ている服をパンツにしまうという、はい、僕の特技があるんですけれども、見てなかったらぜひ見てください。はい、それをあの特技の、うん、あの作法、まあ、講座ですね。どっち？どっち？全然違う、作法と講座の。うんね。うん。ね、素晴らしい生徒ですね。いや、答えて、答えて、どっち？素晴らしい生徒だ。あ、生徒なんだ。今日じゃ教えてもらう立場ということ。パンツをしまう。あうん。自分、その講座をね。講座なのね。はい。はい、講座を、皆様にそのポイントを教えていきたいなと。ああ、なんでだろう。教えてもらわなくても別にいいんじゃない？そう、いや、まあ、明日からできる、うん。10秒のパンツという。まあ、教室です。え、じゃあ明日、これを見れば、はい。明日からできるとか。明日からできます。今日はできないんでしょ。今日は、やめてください。危ない。明日から、今日は危ないです。明日からやってみてください。危ないことさすが。でですね、うん、講座は、はい。パンツをしまうにあたって、うん。3つポイントがあります。3つ。じゃあまず僕、やってみましょうか。いいんじゃないですか。いつも、うん、あの、こう、カーテンとかをね、そう、仕切りありでやってるんですけど、一回その、まあ、まあ見てる方のために特別で、まあ、講座ですから、うん、もう隠さず、うん、そのまま見せます。あ、じゃあ、はい、いいっすか、お願いします。はい、よーいスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、すごいね、やっぱりね、すごいね。ちょっとごめんなさいね。あれ、これダメなんじゃないの？これは、あの、なんていうんですかね、爪痕でも。行きましょうか。うろこみたいな。いや、その、魚で言う。美しいもの。一応ね、こういう時もあるよってことね。はい、まあまあ、ありますね。なるほど。解説講座。解説講座をしていこうかなと思います、今日。これがね、うん、みんなが思ってる以上に、うん、簡単にできるんですよ。あ、そうなの？まあ、僕もその、結構練習したんで、うんうんうん、できてますけども、うんうん、じゃあ練習したんだ。家で。まあ、場所を聞かれてもね。え、家で練習したってこと？場所を聞かれてもね、別に家じゃないから。お前でも実家じゃん、ね。実家じゃん、住んでる。なんかすごい攻めてきます。何ですか？実家で練習したってこと？まあ実家で別に。いや、まあ、まあ、場所は実家で練習しました。練習は必要。すごいね。じゃあまずね、うん、じゃあ、一歩ずつ説明していきましょうか。じゃあ。お願いします。一回来ていいですか？練習ですね。はい。一つ言わせてください。着るのは遅いです。はい。来ました。はいじゃないです。すごい遅かったです。来ましたけど。実はすごい遅かったです。こっから、はい。三つの、このパンツにしまうという、うん。動作の三つのポイントを、教えていきたいと思いますけれども、最初はですね、まあ、こう、ね、こういうので、まあ、隠してもらうと思うんですよ、うん、誰かにね、協力してもらって、うん、まあ、これ多分二人でやっていただくのが一番いい。皆さんがやる場合は、はい。二人ですね。まあ、その、皆さんがやる場合はね。でもやっぱその、うん、この心をね、その許してる相手に頼んだ方がいいかなと、僕は思います。その、それでは二人の関係性がね、まあ、こう出てきますから、うん、その心を許した、心の友、呼んでみてください。心で。あんま喋っちゃダメですよ、こういうの。こういうのってあんま喋んないでください。変な団体の動画だと思われる。心で、呼んでください、うん。そしたら、心の友が寄ってきます。で、最初、隠します、うん。そしたら、最初に、この T シャツ、バッて、カーテンがバッて上がったら、すぐ T シャツに、ここに手を置いてください。T シャツを脱ぐんですけど、脱ぐの？このまま脱ぐんですけど、はい。この時に、ポイント1。何？同時に、この靴を脱いでください。普通に喋れないの？それ、説明してからやったら。ずーっと見づらいですよ、これだと。同時に靴を脱いでください。同時に T シャツと一緒に同時に靴を脱ぐ。はい。うん。脱ぎます。はい。で、この時はまたポイントあります。はい。この T シャツを、はい。しまいやすいように、うん。このまま、ね。うん、このまま、靴の上に置いちゃってください。あ、これ確かにポイントだね、なかなかの。しまいやすいように。うん。置いちゃってください。なるほど。うん。で、ズボン、難しいんですよ。このポイント、ポイント2。はい。ズボンっていうのは、やっぱその、裾がね、うん、狭いんですよ、やっぱり。そうよ。脱ぎづらい。脱ぎづらいのできてるんですね、ズボンって。ズボンそんな簡単には脱げないっていう。うん、なんで、
ここは1個ずつ脱いでいきましょう。こう、あ、落ち着いて。2で簡単に脱げますから。で、またこう置く。はい。置いちゃってください。こうしたら、あとし。こうしたらね。あとしはね。まあ、靴下もね、ありますけど、靴下も、靴下はズボンの後。ズボンの後、一番最後です。はい。これも置いちゃってください。ここで何秒？ここで5ですね。5。あとはしまうだけです。しまう順番どこ？しまう順番は服。はい。衣類ですね。全部まとめて。衣類をまとめて持ってください。うん。まとめてください。で、まとめましたら、うん、これは一気にもう、結構、こう、ちっちゃく、あれ、恥ずかしがらずに。誰に対して？自分に対して。なんか見えちゃいますから、自分のね、ものが。あ、そう、ご対面するわけだもんね。はい、恥ずかしがらずに、大きく開いてください。うん、これ、お前恥ずかしくない今、一応。僕は恥ずかしいですよ。でも、恥ずかしがらずに、恥ずかしがっちゃいけません。ここで、一気に開けてください。すごい。で、これを、入れますもん。うん、こう、一気に。すげえ。はい、もう直で。もうここでまだ全然時間待ってます。で、最後に、ポイント3。はい。この最後の靴。はい。靴ですね。うん。靴は、しまうんではなく、添えてください。どういうこと？添えるというか。で、こちらで、完成です。どういうこと添える？なんかその、バンと力強く、ガッて入れるんじゃなくて、添えてください。わかんないのよ。添えて、わかんないのよ、添えてください。添えて、完成です。で、これで全てのポイント終わりましたけど。これです。明日からもできますから。ずっと、誰がやるために説明してんだろうと思ってたけど、ね、まあ、聞いてみましょうか。聞けないのよ。聞けないのよ、直接は。コメントいただけるしかないのよ。うん。せっかくね、こう生で見て教えてもらってるわけじゃないですか。うん。やってもらいましょう、ぜひ。今のポイント、この場で踏まえて。ポイント3分かりますよね、教えた。それ踏まえてやってみましょう。そんなすぐできるもんなの？やってみるけど。ちゃんとね、その、ポイントだけ押さえてれば、うん。ギリギリ間に合うから。分かった。ポイント3だけ押さえておけばいいですか？一番大事なコツだけ教えて。一番大事なコツ、うん、その靴を添えろ。分かんないのよ、それが。添えてください。それが一番分かんないのよ。しまうという。いや、じゃあまあやってみよう。分かりました。添えてみよう。はい、よーい、スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。